カチとの生活も2週間目に突入。サチはよく遠吠えをします。今日もチカラおやつ食べるかな。今日は食べなかった。両手で持って食べるのかわいいね。匂いはまだまだきつめ。ケージなしで一緒に寝てみたよ。9日目。声かけてごらん。僕がおやつを手渡ししてみたよ。やっぱり手からは食べなかったけど、サチは僕の部屋を何度も見に来たんだ。一緒に過ごしてみたよ。チワチワ。サチはチワが嫌いみたい。サチ大丈夫よ。大丈夫大丈夫。10日目。今日もチワはサチが気になるみたい。サチはよく遠吠えする。やっぱり寂しいのかな。寂しいな。一緒ってやろうか。僕が部屋に入ったよ。触らなかったら寄ってくる。チャオが近づいてきた。チャオは吠えんどけばよ。チャオを見るとうなってたサチが泣き出した。そこちょっとどいてあげてごらん。そこ通りたいけど。チャオの前を何度も行ったり来たり。チャオのお尻の匂いを嗅いだ。興味あらしとよ。ねえ、そうだね。興味あるね。11日目。やっと手から食べれた。チワのことはやっぱり嫌いなのかな。チャオが来たよ。うなっちゃった。ママがいれば落ち着くかな。いや、落ち着かないか。じゃあここ待ってるよ。まだまだ距離は遠い。12日目。僕はサチの部屋で一緒に寝たよ。チワはダメだ。サチが食べてるのよ。サチが食べてる。ママ、いっぱい話しかけてる。気持ち、通じたかな。敬語はどうかな。敬語たちとか、何もしないから悪い人でもないから大丈夫。気持ち伝わるといいな。
13日目。今日はサチの部屋をおしっこししたよ。埋めたい。僕の部屋が好きみたい。えらいサチ。おうち探検が楽しそう。大暴れしたけど留守の間サチが大暴れしていたみたい。リードに慣れてもらうためにつないだよ。サチ初めてのテレビにびっくり。つづ見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。